ことは古代の貴族に対する放牧制度の一つ。特定数の公民の党を支給するもので、福をはむという意味から実際に行われた支給制度を直符とも呼び、福は直符に当てられたとそのものを指す場合もあった。中国では、春秋戦国時代の州、貫での職有にあたる南北朝時代以後に制度が整備された。日本でも大化二年の改新の章で、 初めて登場する。その後、白鳳5年以後の改変を経て、大砲、養老寮令で整備された。寮生では、不幸のある寮生国の国士が風物の徴収に当たり、その半分と幼鳥の全部が風主のもとに納入されることになっていた。不幸には異界に応じて急せられるくらい風、大納言以上の感触に応じて与えられる、食風のほか 5以上のもので功績のあったものに、旧せられる、皇風天皇より特に授けられる、本風以外の別直風中宮の、上皇、東宮などの陰宮風などがある。寺院は、福子支給の対象外であったが、場合によっては、支給期間5年に限定して寺風が与えられることがあった。さらに、両下の不として神風が存在した。不幸は、律令制度における、 公民性の存在を前提にしていたため、律令制度が動揺するとともに、公民性の解体とともに、不庫も衰退していく。さらに、地方制度も主観して風手による直接徴収が認められるようになると、不庫の伝授が風主の資料と化して荘園に発展していくものもあった。ビンゴの国内には、台安寺の不庫50個、東大寺の不庫150個があった。 長屋大屋敷跡から出土した木管から、足田の軍、足田の豪が、日高内神王の布庫であったことがわかる。秋国では、幸福寺の布庫百個、東大寺の布庫五十個、貧乏国の東大寺の布庫から年間百0個以上の米が運ばれていた。ありがとうございます。